今回は、日本人が韓国製スマートフォンのサムスンを買わなくなっている話題と、こちらの話題に対する韓国の反応についてお届けします。韓国の情報サイトネイバーに、日本のスマートフォンランキングでギャラクシー S21 が28位に、屈辱的だという記事が掲載されました。それでは記事の内容についてお届けします。サムスン電子の戦略製品ギャラクシー S21 シリーズが2021年4月22日に日本市場に上陸しました。しかし上陸1週目の販売代理店の成績が28位にとどまる屈辱を味わった。日本の韓国産製品に対する冷遇が証明されたわけだ。日本市場ではアップルの iPhone や自国製品を好む傾向が絶対的だ。グローバル1位のサムスンのスマートフォンも日本市場では力を発揮できずにいる。特に日本人はサムスンのフラッグシップ製品より安い製品だけを購入している。5月1日日本現地スマートフォンモデル通信会社別販売順位を集計した BCN ランキングによると、サムスン電子ギャラクシー S21 のデビュー1週目4月19から25日の成績は最高28位だった。 BCN ランキングはオフライン家電販売店およびインターネットショッピングモールなど現地小売業者の販売データをリアルタイムで集計して順位を並べる。日本人のスマートフォン先行度を比較的早く把握できるバロメーターだ。先週、週間販売量のトップは、SIM フリーの iPhone SE、Apple だった。2位も、別のモバイル通信会社から発売された iPhone SE だった。Apple のフラッグシップフォン、iPhone 12も6位と7位につけた。業界ではサムスンの戦略製品であるギャラクシー S21 の販売成績が期待に大きく及ばないのは、供給不足とともに日本人の韓国製スマートフォンへのニーズが下がっていることが主な要因と見ている。日本は韓国の IT 製品に対する先行度が非常に低い市場である。グローバルトップのサムスン電子さえ苦戦する数少ない市場の一つだ。特に日本人らは韓国製製品に排他的であり、サムスン電子は現地通信社の要請を受け、日本市場でのみサムスンブランドの代わりにギャラクシー製品名でスマートフォンを販売している。実際昨年発売されたサムスンの戦略スマートフォンギャラクシー S20 シリーズは1種類も50位圏内に入れなかった。特にフラッグシップスマートフォンの販売量が多い日本市場の大半をアップルの iPhone に奪われている。日本のスマートフォンの平均販売単価 ASP は世界トップだ。以上が記事の内容となります。それではこちらの話題に対する韓国の反応についてご紹介します。僕たちもちょっぱりフォン使わない、韓国のものだから不買なのではなく、あえて購買する理由が全くないのではないのか。日本人は韓国製品不買運動をするのに、我々は何をしているのか。日本ではヒュンダイ自動車も売れないのだから、我々も日本製品を買わないようにしよう。日本人は貧しくて買えない、iPhone もミニ、SE だけたくさん売れている。私は保守だが反日は悪くない。ただ、政府が率いる反日は、外交的にあまりにも無知な行為だ。日本で販売順位が低いからといって問題になることがある。ノージャパン不買運動をするつもりなら、日本で売れなくなっても気にするな。日本ではアンドロイドを使う人はあまりいません。ギャラクシーだけでなく、シャープ、ソニーもシェアがあまり高くないはずです。日本も不況でお金があまりなくて、iPhone も SE2 が販売上位であることを見れば、Android フォンの S21 がよく売れる理由はないでしょう。もともと、日本のスマートフォンは iPhone が絶対的だったのに、何を今になって韓国製スマホが売れないと憤慨しているの？日本の消費者は iPhone を使い続けて、Android にあえて乗り換えるメリットもなく、日本の自国内アプリや音源流通も同様に、アプリストアや iTunes にインフラが最適化されているから、なおさらそうだ。日本製品を不買にしながら韓国の携帯を購入してほしいの？
泥棒根性だ、日本車、これからは絶対買わないでください。我々も日本製および日本の部品が入った商品を買わなければいい。どうせ製品自体が耐久性も落ちて買いたくもない。日本のやつらはサムスンのスマホを買っても使いこなせない。未だにハンコとファックスを使う国がサムスンのスマホを買うの。韓国でも日本の携帯を使っている人は一度も見たことがないと思う。高くて買えないんだよね。以上が韓国から寄せられたコメントとなります。